こんにちは。病院薬剤師ダマさんです。今回は、努力の基準の話をしたいと思います。先日私はこんなツイートをしました。薬剤師風に言えば、努力の分布容積は大きい。ローディングドーズも効かない。大概は、これ以上続けても無理だ、と諦めるが、その何歩か先で、 急激な上昇曲線を描く。成功する人はみなそれがわかっているから続けられる。嘘だと思うなら0.1ミリの紙を1ヶ月間毎日折ってみな。池谷さんはその努力必要量に達してますかとおっしゃっています。馬鹿は必要努力量を見誤る。YouTube の場合、 最低300時間頑張ったのに稼げないは努力量不足であることが多いそうです。結論として「稼げたければ時間を投資せよ」と池谷さんはおっしゃっています。一方学さんは「その程度努力とは言いません」とおっしゃっています。成果を出す人の特徴は 努力の基準が高い人なぜなら普通の努力からは普通の成果しか出ないから努力の基準が高ければ成功へのーループができやすいのです難しく思いますが場数を踏めばやれないことはないはずですもう一つ大切なこととして失敗が普通であることを前提に行動せよ 初挑戦でで成功は、超低確率です。モチベーション持続の可否は環境次第今の環境がモチベーション持続に合っていないと思えば環境を変えることも選択肢となります私からのメッセージです飛び抜けた能力のない 普通の人が成果を出すには、時間を投入するしかありません。大切な時間の投入量が足りないくせに、文句を言うのはおかと違い。ぜひ、時間を味方にできる環境を手に入れましょう。そこからがスタートだと思います。実は私は、薬局長の先生方に、リタイア後の 企業を進めています具体的にはクラウド型医薬品集フォーミュラリーで起業しようと進めているのです詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので興味のある方はぜひご覧になってください 今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんな風に複数の YouTube の匠の動画をもとに企業を目指す薬局長の先生方に向けて役立つ情報を配信してまいります。今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。また私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、 よければご覧いただき、チャンネル登録、フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。